こんにちは。ですね、今日は少し、3台ですかね、少しレビューです。ですね、一応先駆けて、主要な部分、分解してあるんですけども、まずこの 243A ですね。ですね、まずは、ベンチレーター。ですね、若干欠けはありますけれども、全体的には悪くないですね。あとフレームですね、これ一通り一応はですね、磨きをかけられていますけれども、結構粗い磨きですので、よく見るとですね、結構こうキスのついた状態で、かなり粗いですね、鉄のスチールたわしか何かでこう磨いた感じですよね。とランタンライター、まだ石はついてますね。パッと見綺麗ですけれども、細かなこういう柱の部分、フレーの部分はですね、結構傷がついて、すりガラスのような感じのあれですね、表面です。ですね、あとはカラーですね。カラーは比較的綺麗な感じです。そしてですね、今もうジェネレーターは外してありますけれども、これは通常通りこういう風な感じで動作はしてました。そしてエキセントリックブロックのここの部分ですね、クリーニングニードル若干コンと当たりはありますけれども、まあ特に大きな障害はない感じですね。そしてですね、このタンクの加圧もですね、先ほど、先にやりましたけれども、問題なく入ります。そして、ここもですね、ホールドしますよね。でパッキンが今これ二重にね、これ重なった状態ですので、これは新しいものですかね。古いものの上にちょっとこう、何でしょう、もう一枚パッキンがこう重なった感じなので、振り物を取り外して新しいものにつけます。とですね、ここの、ネジですね、このロックネジがですね、これはオリジナルのものではないですね。ですね、ここの部分ちょっと見ると分かるんですけども、若干これサイズは同じなんですけども、これネジ山がですね、細いこのネジ山のこのものに対して、こっちが幅が若干違うんですよね、これはね。ですので、ですね、一応にはまあサイズが同じなんですけれども、このネジ山のスレッドの切り込み具合が微妙に違うので、ですね、後半ちょっとこうきつい感じになりますね。それで、ですね、このきつくなったあたりの部分のネジ山を見ると、少しこう削り込まれたような感じになっています。一応今はですね、しっかりこう止まってましたので、現状は、大きな問題はないかと思います。でここの今バルブの部分もですね、この全体のフレームと一緒で、結構こう粗い感じで磨かれた感じですね。そしてタンクの中ですね、これを今見るとですね、まだこれはあれですね、ガソリンの古いガソリンの匂いが、しまして、まだタンク内は染みた感じですね。そうです。相当これはもうサビが出てますね。サビのこの山になってますね。ボコ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 と。ですので、この中はこれは、手入れはされてないですね。そして今ですね、これですね、多分これ手で外れましたので、一回これは外されてると思いますけれども、
このフィードチューブ自体はですね、これ今思ったほど悪い状態ではないですけれども、一切手は入れられてないですね。今ちょっと画像に入るかわからないんですけれども、ですね、ちょっとタンク内ですね。どうでしょう。今ここ見えると思うんですけれども、サビの色までは見えないと思いますけれども、こんな感じでもですね、サビの層がびっしりとついてますね。これはもうしっかりサビ取りをしてですね、これはシーラントをしてあげた方がいいですね。こんな感じですね。今もう、中はですね、ここの、ガス周りは若干こう、なんでしょう、紙やすりで削ったような跡がありますけれども、中は一切、手入れされてないですね。これはまあタンクは一通りこう磨かれた感じですね。きれいにはなってます。まあ、これに関しては、まあ、こんな感じ、以上です。